さて、我々は今から亀岩に向かわなければなりませんけれども、こう見、お、印立ってるね。こう見ると結構遠いんですよ。たまらんち山を一声二声して、まあ最果て。でもね、僕たち実はロケーションハンティングしてて、というのも、このたまらんち山、ああマリンちゃん誰かやばいやん。あ、セナ、そうだよ、僕だよ。魔物たちが意地悪してこんなところに、どういうことなの？どうしよう、怖くて動けないよ。待てよ、待てよ。それは危険やぞ。うわ、マリンちゃんのその、航路上に、くしょっとこれ、うわぁマジで？そんな一瞬で？ロマンティックゾーン終わり？きゃ、びっくりした。善人にはフックショットの刃は通らん。セナありがとう。いいよ。あのね、ん？セナあのね、どうしたの？私、二度言うな。二度刺すな。あ？おい！マリン？マリオだ。こう見ると久しぶりだな、結構。あ、タリン？ごめん、なんでもない。いいさ、言いたくなった時でいい。私もう行くね。うん。気をつけてね。どうやって帰るんだろう。あ、マリちゃん強靭だったな。あ、ポーさん急いできたな。あの娘、卵の前で目覚めの歌を歌ったのじゃ。風の魚の歌は目覚めを告げる歌。まさかマリンは風の魚を起こそうと。ほっほー、次なる楽器は西の山亀岩じゃ。亀の形をした岩に息吹を吹き込み、恐れず勇気を示すのじゃ。風の魚は待っておるぞ。目覚めは近い。マリンちゃん、何を言おうとしてたんだろう。さてと、こっちかな。こっちだね。マリンちゃん降りて帰ったからね。そう、僕たちここ知ってるんですよ。これ十字を切った階段を下り、で、この先、岩がそそり立ってるでしょ？ここをフックショットでツラツラツラと。で、屋外に出ると思いきや、まあ、出るんですが、こっからなんですよ。見て？見て？なんか影！不穏な影！唐揚げが落ちてくる！いや、この唐揚げ、不思議の帽子以来やね。わーっと！でもね、唐揚げ感はね、だいぶ薄れてる。これは。ラスクみたい。チョコレートラスクかな。よし、芋虫を倒し、弾き、そう、こっち降りると怪しげな死に声どうしたお前。え、ここはそんなに危ないところなのかい。あ、ここ唯一こっから地上に降りれるんですよ。実はもうここ、あの十字を切ったところから帰れなくて、もう下山するか登り切るか、それしかないんですよ。ほら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 、やばいから、なんか、見て、ずーっと万年炎を出し続ける何がし、これをこのビッグシールドガードナーで防ぎつつ、ほら、これで一飛びを登ってきたの。来たよ、マーキングが。いいね、これでタルタル山脈西、あ、もうこう見ると近いな。もう近いっすよ。で、ビッグシールドガードナーがある限り、おそらくこれそのまま亀岩に突っ切ることもできるし、ルルルルルカチャ、亀岩の頭が邪魔かの、あ、やっぱりまた関門が、命を吹き込めば動くかもしれんぞ。ほんとほんと役に立ったかな。ウルリラガチャ、命を吹き込む反魂法、またやるのあれを。もう最後かと思ってたもん。うわ、なんだもイカロス、ちょっととんでもないのがいますね。とんでもない見かけ倒しがいますね。何も動かないか。じゃあこれやるんでしょ。もう最後だよ、行くよ。どうだ、おおおお、あっ、うわ、絶対やばい、きた、どうしよう、買った、いや爆弾か、いや一応保存分はあるけど。うわー、あ、ピヨ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 しとるけど、当たるだけで痛い。なるほどね、
一同、うわ、一番美形じゃない？この夢島内で、じゃ、よし、ですぐ置いて、爆発に、マリアへ、いいね、割れてきたね、割れても美形、男前やね、ドレ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 、よし来た、よ、早い、触るだけでダメですから僕たち、うわ、見えてきた、そのトロピカルバナナみたいな色してるね。これ大丈夫か？お、むしろあり。え、このまま？あ、もたげるのか。軽くなったか。よし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 。お、剣むき身にしたらすごいよ、こっちは。吐いた剣を抜くと、もう多分痺れ切らす頃よ。もう痛いよ。でもこれだけ斬撃受けて、レッドクリムゾンの状態で斬撃受けて、あ、ようやくだ。で、持った方だよ。なかなかの耐久力だった。お、ふーちょこちょい。じゃあ、しばき上げ、ゲット。よし、これで。いや、待てよ。もう今使っておこう、なんだったら。無茶しよう。そんで無茶しよう。中入ろう。亀岩。亀岩じゃ。どうしよう。うわ、玉裏みたい、ここ。形状が、まっすぐ行く。なんだお前、え、跳ね返せるやつもしかして、うっと危ない、はじけるけ、ちょっと待って、なんかちょっと待って、雲がもやがかかる視界に、いいね、蜃気楼か、集中できる、どんどん来いよ、このビームはかき消すことはできるんだな、何あそこで攻撃しようとしちゃダメだわ、はい、撃ってこい撃ってこい、跳ね返しちゃる、いいね、自分の吐いたやつでしか攻撃受けないの？もしかして。あ！剣でもいけた。降りてきた時か。小さくな、え？帰ってったん？煮え切らんな。すごい煮え切ってるけど、現場は。煮え切らん。非常に。ほれ！こいつや。座った。入る。ん？宝箱。いいね！な！おいおいおい、やってくれるぜ。ここ一応飛べます。いいね。うわ、本当にもやがかかる。緑ちっちゃい、生きていけるんか、お前。ん？あいつなんだ。え？フックショットもしかして。なんか弓矢な感じもするけど。ああ、ちょっと弓矢試してみるべよ。にゃ？そんな簡単に弾く？え、なにこいつ。いや、一回ちょっと置こう。下にも行けるや。どれ？お、カニワくんだ。いいね。あっさり倒せるもん。階段。よしよしよし。しかしなんかダメージの減りは早いよ。で、このステージも容赦なくダメージ削ってきますんで、気をつけなければ、これだけ体力ありますけどね、ステータスは。バッチリなような気もしますが、はい、乗った。クリボー。よし、平和の象徴。ジョンウー、白い鳩。連想させていくぞ。チュッチュ。チュチュ、くそ、悔しい、えい、なろ、あ、フクロウさん、あー、まあ今くちばしないもんな、お、出た、コーネリアス、コーネリアスじゃんお前、それはコードギアス、ちょちょ、ポポポポポ、この具材を奪い取らんというか、そうそうそう、え、なんかさ、自分の持ち前の武器でしか攻撃食らいませんよってやから増えてない？さっきのレッドクリムゾンもさ、刃効いたけど、自分の吐いた唾でダメージ食らうってどういうことなん、ほんと。お玉、おごったな、おごったな、あいつ。よし、下行きましょう。お、宝箱。ヘビ、見かけ倒しなんですよね、こいつらは。ちょっとこれ撫でれば。はあ、逆さまだと思った。ディザイアと思ったよ。くちばしー、いきなり見つけたぜ。これちょっと待って、くちばし聞きに行こう。せっかくさ、フクロウさん近いので、こっちだったと思うぜ。ほら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 。ビームはもう復活しとるよ。道作る岩、L にて、操り、床、すべて埋めるべし。道作る岩。道を作る岩が。岩はそんなことまで。
もうもはや岩は岩ではなくなったのか。階段降りましょう。うわあ、これはまずい。目がチカチカする。はあ、危ないね。いいよ。このトマトが、フレッシュドトマトが渡ってきました。うん、虹作る岩っていうのはちょっと覚えとこうね。ここさ、押せるぜ、多分。無理か。あれ？あ、なるほどね。そっちの右手側のショートカットだ。ショートカット分だよ。おい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 、やって、あー、道作る岩ってそのことかも。そう、手前のね。で、これいけんよ。内側から破壊しようぜ、こりゃ。なるほど、なるほど。爆弾くん。ちょっと出番あるよ。ほら、しばし待たれよ。じっと我慢の子であったと。ここ。ん？宝箱？そこは、いけんとおかしいで。あ、補充して。こじゃ。はい。ルピーなような気がするな。あ、マップか。焼ける焼ける。一応ね、このエントランスホールまで帰ってきました。左行けますんで、ちょっとこっち覗いてみましょう。出たよ。こいつの動かし方を教えてちょうだい。道作るやん。もうまたレッドクリムゾンいるぜ。あ、ここが本当の真のエントランスホールだ。はぁ、ちょ。赤い服でもさ、平気ってわけじゃないんだ、これが。ここに出たの？エントランスホール？おいおいおい。道動かせるやん。すごい。すごい機能。ハイテクやね。こっち下もちょっと覗けるよ。あ、すごい繋がってる。寒い。今寒い。真っ青な氷だ。おお？冷たいぞ。だよね。この冷凍庫。今どうしようもないよな。いや、どうしようもないわ。レッドクリムゾンさんの左手側、危ない！ここまだ未開の地です。ヘビさんを倒せば開くのかな？開いた。ついでにね。お！青ギガンテス。青鬼か。泣き晴らしてんだろ？その目ん玉。かわいらしいね。くっくっくっ。早泣き虫。妖精さん。いいね。左。あいつのことは、捨ておく。道を作るよ。創生した。上に行きたかったんですが、下にも行ける模様だ。ちょっと覗いてみよう。暗いね。えらい暗かね。こりゃ暗いわい。ちょっと暗いわい。わからんわからんわからん。じゃあ、ちょっと一回下に行こう。これ多分ね、こう押すと道作れる。下行こう、下行こう。下行こう、下行こう。そう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 。使い終わったらちゃんと消えてくれるっていうのがポイント高いな。あぶない！ 50 ルピー。なんか、人の顔みたい。こっち左行きましょう。すぐさまね。今、ルピー、おお！おいおい、オールスターか？はい。ぽよーん。うっつつつつつつつ。ノーダメで行きたいね。成長を見せよう。いいね。旅の終わりとともに、着実に腕を上げたんだなって、あ、上下いける。お、うわ、出たよ、お前。これね、チュチュちゃんを全員倒すと案外、いや、違う。宝箱もそもそもあるから。コンパスー。ありがたい。音鳴らなきゃな、やっぱ。入りましょう。じゃあ次、こちら。上。うっ！あるやん、ここ。レッドクリムゾンか？それが鍵なんか？おー！出たよ、お前！ちっちゃいの！あいつか、ちっちゃくなった、帰っていく。でも、小さな鍵をゲット。いいね。私のまっすぐここ来まして、そうなんですよ。気になってたのは、ここ。ほら、いい具合。右手側なんですよ。うわ。これはね、ちょっと横着しない方がいい。一応ここも階段登れるけど。あ、なるほど。じゃあ、そっちだ。未開ゾーン。未開ゾーン！ハートちょっと置いておこう。おいおいおい。こんな冷やされちゃう。ここじゃな。どっちもいけるわ。これで。ただ、問題のこう真ん中です。真ん中です。ここです。ブロック塀。よーし、お前ら。
これは厄介さんよ。一応ちょっと右に行ってみたいわけなんですが、ここもね、ほら鍵があんの。やばくないそれ。ん？なんかあんの？ああ、なんか面白い試みしたらなんかできそうだな。こういう感じでさ、全部塗りつぶせってわけだろ？思考の海に沈め？こうか、こうか、こうか、こうじゃ！よし！鍵よかった！お前が欲しかった！お前が欲しかった！じゃあ、あそこ行こう。ここだね！開く！さあ、何が待ち構えている？まずは初見殺し、忍者返しまであるね！ここはどっち？ちょっと階段登ってみようかな。冷えてた冷蔵庫だったら出直すわ。あら、熱いわ。ちょっと待てよ。これはね、案外いけちゃうから困るね。これいけるんすよ、こうやって。先進めるってなるとちょっと、残したところ気になるな。ちょっとクリボーをしばいておき、はしご。結構、手間暇かけてやってきました。え？すごいこれ。たくさんくれる。けど、そこには、たどり着けない。ないですね。じゃあ、戻りましょう。先に進もう。ほら。もうその手は食わん。よし、来た、ガッテン。あ？えらい年季者やね。うむ、かなりひび割れてる。爆弾で壊しまくればいいか。こう爆弾1個出てると、爆発しきるまで出せないんですよね。新しい爆弾って。今回この夢島はね。はい、これで最後。で補充もできそうで、できる。ん？鍵を守りし2匹の魔物。外より高きに回り込むべし。2匹の魔物は外より高きに回り込む。で、ここは開かないんだが。開いた。チュチュちゃんだったのか。外から回り込む。はい。これはやばいよ。これじっとしてられんよ。おいおいおい、ゲッゲッゲッ。よし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 。うおっ！ただ！お前はもう死んでいる。あっぱ、そこかよかった。はい。で、あとは、移動します。おいおいおい。爆弾が今日 MVP やね。出ていけ。よし。あ？なんか、おお、起きる。宝箱。よしよしよし。撃破した甲斐があったというものです。左行きましょう。うん。じゃん。あ、鍵か。あ、鍵持ってるやん。ちょっと待てよ。一回ね、ここ。あ、取れる取れると。取れるけど、うわ、取ると帰れなくなるぞ。一回じゃあ開けておこうか。開けておいて、ちょっと確認もしておいて、ボス部屋が近いというのは、ちょっとちらっと見ておき、そっちの右の方には行けんのよね。わかりました。じゃあ、ここ、行かせていただきます。帰れません。どれ？ニベア！ニベア！もう塗ってる！戻せる！さあ、この左だな。ここで手詰まるとやばいから、ヒヤヒヤしてる。大丈夫かな？小さな鍵とか持ってない。レッドクリムゾンも？あいつどうにかしなきゃいけないみたいだね。よし。これで飛んで、くっそ、あいつら。ただ開いたわ。下にも行ける。あ、結構広がるよ。ちょっとここ覗いてみます。こうじゃないのか？じゃないのか？じゃないだろ。いて。クロさんがいる。聞いてみよう。怪しき一つ目の石像。その目を矢にて射抜くべし。おいおいおい。重要すぎるよ、それは。この高台にてね。マキセフルマックスやんけ出た！なるほどね。落ち込む場所だったのですか？鍵だったのですか？いた！いのですか？ここか。ここに来たのか。はいはいはい。どっか押せたりするね。帰れるね、いつでも。よし、小さな鍵ゲット。左も行けるんですよ、これ。広いよ、この亀岩。これは、いた。うわ、自分で？はい。
ルピーかな。鍵？久しぶりだ、ダブルパンチ。いいぞ。ちょっとここも覗けるやん。こっちも行けるやん。ここは暗い。こちらの階段使えるし、左手側も回り込めるし、あ、すぐさま宝箱のところじゃない？ここは。でしょう。はい。これで小さな鍵とかやったら、50ルピーね。じゃあ階段登ります。すぐさま。レッドデーモンの復活早ない？